ソレス,のスノーマン世界進出企画が今夜指導無解公寺安倍良平がタイへリベンジに燃えるメグロ連はミラクル連発9人組グループスノーマンが出演する今日17日放送の TBS「ソレスノーマンにやらせてくださいは」はスタジオゲストにヒロミと広瀬アリスを迎え午後8時から2時間スペシャルで放送する新プロジェクト「スノーマンに世界進出させてください」と「ソレスノーマンにチャレンジさせてください」を届ける 世界中にスノーマンを知ってもらうためのワールドワイドな新プロジェクト、スノーマンに世界進出させてくださいの第1弾となる今回は、タイ人の母を持つ向井浩二が幼少期を過ごした思い出の地、タイへ向かう。スノーマンのことをより知ってもらい、同番組のインスタグラムのフォロワーを増やすため、向井と安倍良平が大物有名人たちにアポなし突撃する。タイの世界的スターたちと写真を撮るため、向井と安倍が人生初の出待ちを決行する。 向井はインスタグラムのフォロワー1800万人超えの世界的スターを前にド緊張。ズノーハー部もタイ語を使った作戦で猛アピールするが、果たして一緒に写真を撮ってもらえるのか。現地の生放送番組に緊急出演でまさかのハプニングも発生する。